変長らくお待たせいたしました。競争水面では第10レース予選特賞の2つ目が行われます。なおレースコース強風、スタートライン方向向かい風、やや強めのコンディションのため安定板を装着してのレースとなります。周回数は3周回です。コース争いはありません。まず1号艇8つ水木です。今日はこのレース1回走り、一走入魂の陰線となるでしょうか。2号艇飯塚響き、3レースは5コース好スタートから果敢に仕掛けていきました。2着に入っています。3号艇喜井司、前半は大外からで5着に終わっております。そして4号艇高田光、4レースは5コースから4着、チルートは0度へと下げております。5コース5号艇森下愛理、2レースは4カード好スタートを決めたんですが仕掛け流れでの4着でした。一番外6号艇木村さゆき、5レースは2コースからの差し構え、細川選手を脅かしたんですが差し切るまではいかずの2着となっています。各艇が向かいの風に立ち向かっていきます。第10レース予選特賞の2つ目、人気は1番8つから相手候補4番高田、3番キー上がっています。1番2番3番ラッシュ、4番5番6番です。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。内より複数のフライング艇があった模様です。投票券お捨てにならないよう大切にお持ちください。お知らせいたします。1号艇の8つ、2号艇の飯塚、2艇がフライング変換決勝、1と2に関係する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちください。4艇の競争2マークを回ってトップ3号艇喜井司、2番手フルターンでいった6号艇木村さゆき、3番手5号艇の森下、4番手が4号艇の高田光です。4艇が2周回目と入っていきます。なおこのレース1号艇の八津瑞希、2号艇の飯塚響き、いずれもフライング変換決勝となっています。1と2に関係する投票権は払い戻しとなりますので最後まで大切にお持ちください。4艇が2周のバック側です。先頭独走3号艇喜井司、続いて6号艇木村さゆき、3番手5号艇の森下愛理、4番手が4号艇の高田光です。2周2マークの旋回体制です。先頭は3号艇の喜井司です。続いて少し手跳ねましたがこらえて6号艇の木村さゆき、3番手が5号艇の森下愛理、上位変わらず3番6番5番、4番手が4号艇高田光で最終周回へと入っていきました。この第10レースはスタートアクシデント、1号艇8と2号艇の飯塚がフライング変換決勝となっています。1と2に関係する投票権払い戻しとなりますのでご注意ください。残り半周を迎えます。先頭は3号艇の喜井司、2番手が6号艇木村さゆき、3番手5号艇の森下愛理、4番手が4号艇高田光でラストコーナーです。トップ3号艇の喜井司です。これでシリーズは4戦2勝となっていきます。6号艇の木村、5号艇の森下、続いてゴールを迎えます。先頭3番キー、ゴーリン、6番木村、ゴーリン、5番森下、ゴーリン、そして4番高田が4着のゴールとなりまして4艇がゴールイン果たしました。